ケープコット運河コット岬内のケープコット運河の位置、ケープコット運河東端及びスカセットビーチ周立、保留地の航空写真。マサチューセッツ州ケープコット運河は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州にある人工水路で、北のケープコット湾と南のバザーズ湾を結んでいる。大西洋沿岸内水路の一部で、全長およそ1 1 3トルの運河であり、合衆国本土と、 コットーの地境部を横断している。全長の大部分は150メートルに拡幅された、漢字岡線で、干潮水位時、水深9.8メートル、岬を回るルートと比べて217キロメートルの、ショートカットであり、年間およそ1万4000人が利用している。ケープコット運ンは、ボーンの町に属している。運河の北側入り口近くには、 スカセットビーチ州立保留地が、また、南側入り口近くには、マサチューセッツ海事大学がある。潮流は早く、6時間ごとに方向を変える。引き潮では、時速8 4トルになることもある。水路は、アメリカ陸軍工兵司令部によって維持されており、通行量は無料である。ケープコット運河には、ケープコット運河鉄道橋及び二つの、 道路橋すなわち防音橋及び佐賀モア橋が架橋されている。運河両端には信号機が設置され、19.8メートル以上の船の侵入をコントロールしている。人口の運河では、ある一方、絶滅危惧種の大西洋セミクジラを含むイルカやクジラにも時には利用されており、特にセミクジラがいる場合は、運河が閉鎖されることもある。 このような運河を建設しようとする最初のアイデアは1623年、プリマス植民地のマイルズ・スタンディッシュによって構想された、ピルグリムを設置した。ナラガンセット湾の先住民及び当時繁栄していたニューネーデルラントのオランダ人との交易は、ピルグリムたちが追っていた債務を返済することを可能にした主要因であった。1697年、 マサチューセッツ州議会は運河を建設するための最初の定義を審議したが、明らかに何の行動も取らなかった。1717 17年、オーリーンズにジェレマイアーズ型と呼ばれる運河が開作された。これは、コットミサキの東側の地境部を通るものだったが、1800年代後半を最後に捨てれてしまった。1776年、1791年、1803年、 1818 18年、1824年、1830年、及び1860年と測量を伴う、より精力的な計画が繰り返し策定された。しかし、これら諸計画のうち実行に移されたものは一つも、なかった。実際に運河を建設する試みは19世紀、後半まで待たねばならなかった。初期の計画者たちは、資金不足であったか、 プロジェクトのサイズに圧倒されていたのである。1870年、ケープ・コット・シップ・キャナル・カンパニーが設立され、運河改作を試みるも、10年間全く着手できず、挙句、集めた、イタリア系労働者の葬儀により継いえた。この会社は1883年の組織改革後、サンドウィッチ付近で、散発的に 2.1km の運河改作を行っている。 その後1909年までの期間に行われた運河改作の試みはすべて失敗に返した。技術者たちは最終的にマノメット川とスカセットの諸河川を広げて接続することによって丘陵地を通り抜けていくルートに決定した。1909年6月22日、実用的な運河を建設すべく工事がついに始まった。技術者。 ウィリアム・バークレイ・パーソンズの設計を用いて、オーガスト・ベルモント・ジュニアのボストン・ケープ・ホット・アンド・ニューヨーク・キャナル・カンパニー社が工事を指揮した。運河建設の技術者たちは多くの問題に直面した。一つは氷河期の氷河の交代によって残された巨歴であった。巨歴を爆破するためにダイバーが雇われたが、その作業が春節工事の遅延を招いた。 もう一つの問題は冷たい冬場の嵐だった。技術者たちは工事を完全に中断し、春の到来を待たざるを得なかった。しかし、ケープコト運河は一定の制約つきながら1914年7月29日に開通し、1916年に完成した。私企業所有の有料運河は、最大幅30メートル、最大深度7.62メートルで、 バザーズワンオーの日に以降から入り、少し困難なルートを通るものだった。狭い水道と航行の難しさのせいで、何件かの事故が起きたため通行量が減り、運河の評判を落とすことになった。その結果、ニューヨークからボストンに至る通称路が1 0 0トルも短縮されたのにもかかわらず、通行量収入は投資家の期待に届かなかった。 第一次世界大戦中の1918年7月21日、ドイツ帝国海軍の U ボート U-156 は、オーリンズの沖 5.5km に浮上し、タグボートパウス安易と栄光されていた橋ケトを砲撃した。4日後には、大統領令に基づき鉄道管理局長官は、運河の管轄権と運営を接収した。政府の管理下に置かれていた1920年までの、 期間に陸軍公平司令部は運河の最春節を行い深さ7.62メートルとした。1928年政府は無料の公共水路として使えるよう運河を買収した。買収価格は1140万ドルだったが、1935年から1940年までの期間、運河を146.35メートルに拡幅し、 深さを9.76メートルにするためさらに2100万ドルが支出された。結果として、ケープコット運河はその時代で最も幅の広い海水面運河となった。運河の南側入り口はフィニーコ経由でなくバザーズ1から直接アクセスできるよう改造された。改造工事前、マサチューセッツ工科大学は大規模な模型を組み立てた。これは延伸され、 ルート変更された運河に対して、潮流がどのような水力学的な影響を与えるかを研究するためのものであった。第二次世界大戦中、ドイツ海軍の U ボートが有力する海岸沿いを避けるため、運河を利用した周運が復活した。ケープホット運河は、サガモア、ヒル軍用保留地に配備された海岸砲砲台によって防御されていた。結局、大砲は、 運河防衛のために一度も火を吹くことはなかった。ミスティックスティームシップカンパニーの石炭船、アセス・ステファン・アール・ジョーンズは1942年6月28日、ケープ・コット・運河で座礁沈没した。中運は、コット・岬を回るルートに変更され、そのうちの一隻、リバティ船 SS アレグザンダー・マコームは、同年7月3日、魚雷を受け10名の死者を出した。 7月31日、沈没したステファン・アル・ジョーンズが17トンのダイナマイトの助けを借りて撤去された後、運河は再開通した。ケープコット運河は、レクリエーション用の船及び商船によって、後半に利用されている。運河両側の保守用道路は釣り人にアクセスを提供し、インラインスケーター、サイクリスト及び散策者たちにも頻繁に使われている。 いくつかの駐車場がアクセスポイントに整備されている。少しの間、腰掛けて運河を通り過ぎる船やボートを眺めている人をよく見る。ボーンシーニックパークは陸軍工兵隊がテントや RV 車によるキャンプ地として利用できるようにボーンの街のレクリエーション担当部局にリースしているものである。陸軍公兵隊は観光客に運河の歴史、特徴、 運用を紹介するビジターセンターを保有している。呼び物として退役した12.5メートルの陸軍、工兵隊のパトロール船があり、運河の歴史、動植物を紹介する DVD を絶え間なく、写す46隻の映写室を備えている。一種のインタラクティブな展示物として、運河のリアルタイムレーダー及びカメラ画像を見ることもできる。工兵隊、パークレンジャーズが、 中核スタッフであり、多様なテーマの無料かつ、誰でも参加できるプログラムを提供している。調整図や運河ガイドブックも用意されている。ビジターセンターは5月から10月の期間限定でオープンしており、無料で利用できる。ビジターセンターの所在地は、運河島端近く、サンドウィッチのモフィットドライブである。もう一つの季節開業のスタッフセンターは、 シーニック道路沿いのヘディングランにあるスカセットビーチ州立保留地は運河の東端のすぐ北に広がっている海水浴施設テントや RV 車によるキャンプ施設が利用できるそこにある1 1キロメートルのトレイルはサガモアヒルに続いているサガモアヒルはかつては先住民の会合場所であり第二次世界大戦中は海岸要塞が置かれていた ケープコットワンが見渡せる丘である。ボーンデールヒルズトレールがケープコットウンガの北側沿いに2 2 5トルに渡ってボーンシーニックパークキャンプ地からヘリングランまで伸びている。ボーンデールヒルズトレールにはガイドのつかない1 2 5トルの周回コースが含まれケープコットウンガの歴史と自然をガイドに妨げられずに堪能できる。ありがとうございます。